はい、皆様こんばんは。3月20日月曜日、第334回しゃべくる真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、本当に朝からですね、春らしい日差しでですね、風もやっぱり暖かいっていうんですかね、そんな一日でした。今日ですね、ですね、七福神巡りっていうのも今日真っ白駅からですね、参加していただいて、街の中歩きました。はい、今日はそんなね、いい日和でございました。はい、今日ですね、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白町に芝にお住まいのですね、有限会社熱産業代表取締役会長の熱さんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。はい、よろしくお願いします。昨年28年のですね、秋の叙勲で、旭日総功章というのを受章されました。はい、まあ、今そちらにありますけれどね、実際に、こんな大きな賞いただきまして、はい、いろいろとご苦労されたんだと思いますけれども、まあ、そういった形のですね、一連のお話をお伺いできればいいかなと思いますので、よろしくお願いしますですね。はい、まあ、あとですね、今ちょっと、症状の方をちょっと見ていただくんですけども、ここに書いてあるんですけどね、日本国天皇は熱永基に旭日総功章を授与するという形ですね。はい、皇居において授与をさせるという形に書いてありました。はい、まあ、これも皇居へ行って、授与されてきたという形になりますけれども、これからまた お話をお伺いするんですけれども、熱さんのところってはどんなお仕事をやってらっしゃるんですか？はい、まあ、石材の採掘、はい、まあ、石を掘っているということと、はい、それでまたその続いて、まあ、それを加工、はい、それで、お客さんに、まあ、施工ということですね。はいはい、まあ、特に、に残すのは、まあ、川内島古戦場の佐久間象山先生の銅像とか、水上神社の石の大鳥居って言って、はいはい、象山神社前の佐久間象山の、まあ、火等々を、まあ、成功いたしました。なるほどね。はい、はい、分かりました。まあ、これで熱産業っていう形でやらっておられるので、まあ、これ商工会議所、ね、日本商工会議所からも、はい、感謝状っていうんですかね、表彰を受けました。はい、で、真っ白商工会議所入会されたってのはいつ頃入会されたんですかね？そうですね、はい、商工会議所に平成1年まあ、元年ですね、入会し、まあ、平成21年、まあ、3月に表彰をされ、はい、まあ、来年で、ちょうど30年ということで、はい、まあ、30年目に入るということでございます。はい、わかりました。はい、まあ、これで現在もまあ会員としてですね、活動はされてるんですけども、これ20年表彰ってされた時にですね、うん、なんか印象に残ることってございました？そうですね、うん、まあ、長野商工会議所ですね、はい、まあ、松代商工会議所、私の、ね、商工会議所もそうですが、まあ、過去合併して11年が、まあ、経過するというような中でございまして、まあ、当時はですね、まあ、松代も篠宮もですね、まあ、合併反対という人もまあかなり多くいたわけでございますけども、はい、私も市会議員としてまた商工会議所の、まあ、議員でもあり、はいはい、今議会の壇上でですね、その合併について何回か、まあ、質問した経過、また行政からまたその成り行きの、まあ、返事もいただいたような経過もございまして、私今になってみれば、ああ合併してよかったなと、うん、今現在は思っております。なるほどね、ありがとうございます。はいはい、今回の叙勲のですね、旭日総功章っていうのはどういう章なのかっていうのはちょっとネットでね調べてみました。ああそうですか。はい、でこういう形でね、うん、まあ概要みたいな形で、章はどういう形なの、国家または公共に、定石あるものに対するもので授与するよっていう形のものがあって、うん、で授与基準っていうのがありましてですね、こういう形でですね、
まあ、一応鬼都道府県議会議員、市議会議員または特別区の議員の方に、あれですね、謙虚な功績を挙げた方に授与するよという形で、まあ、この部類に当てはまるという形ですね、熱さんはね。はい、そうですね。はい、そんな形で、はい、ありがとうございました。はい、で、あれですね、まあ、20年間で、まあ、議員生活20年ということで、内容的にはどうですかね、その受け取り、その受け取られたっていうか、症状なりますよって言った時の気持ちってどうですか。まあ、国では、はい、総務省の扱いなり、また総務省からの通達を受けましてね、ね、昨年の11月4日に、長野県庁ですね、はい、安倍、知事より、はい、伝達式の中で、叙勲の章をいただきました。はい、これがそうですね。はい、そうですね。はい、これまあ、はい、各個人で受けていらっしゃるんですね。はい、そうです。この方もありますね。はい、はい、まあ一番こちらにいらっしゃる。そうです。ちょっと光ってる。この方ですね。これですね。はい。ですね、はい、それでその後ですね、はい、まあ、11月同じ月ですが11日に、はい、まあ、皇居においてですね、はい、天皇陛下より、伝達式ですね、で、まあ、拝謁と申しますか、はい、まあ、伝達というのはあと、まあ、天皇陛下に拝謁の、まあ、式の中でですね、はい、老の、まあ、ねぎらいをと激励をいただきました。なるほど、ね、はい、これが当時のあれですね、皇居に行った時の中の写真ですけどね、はい、はい、まあ、こういった形で皆さん撮影されたんでしょうけど、そうです、はいはい、実際にこれ中に入っていかがですか。そうですね、もうすごい、もう豪華なとこで、はい、私も初めてでただただ驚いて、はい、本当に申し訳ないような気持ちもあったんですね。なるほどね、これも直接あれですか、天皇陛下からこれいろいろとご苦労ねぎらいの言葉をいただいたりとかしたわけですよね。はい、そうですね。で、実際にもうあれですか、天皇陛下とこうお話しするみたいな形あったですか。やっぱりございました。なるほどね、それは、まあ、皆さん一度にしてのまあ、ねぎらいですけれども、はい、まあ、その、まあ、一人一人の声 はかけませんでしたけれども、まあ、挨拶の中ですね、そのねぎらいの声がございまして、またあとはですね、天皇が一人ずつでね、まあ、会釈をして、まあ、通ったというような、まあ、一人一人の、まあ、顔をですね、拝見しながら、頭を下げて、まあ、通りすがっているようなことですね。距離的にはどのくらいの距離でした。そうですね、私から見れば、ええ、目前ちょうど私の場所が良かったもんで、ええ、ちょうど中央のこの写真の、まあ、ですかね、中央のちょうど、あ、ここですね、この写真とは違うんだけどね。あ、写真とは違うけどね、その、まあ、写真とは、これは記念撮影のもんで、そうなくて天皇陛下の挨拶は、場所は同じところですけれども、まあ、いわゆるその中央のちょうど陛下のすぐ前で、まあ、2メートルぐらいかな、のところでですね、挨拶を、まあ、していただきまして、その時の気持ちでどうですか。まあ、めったにお会いできる人じゃないけれども、そうですね、まあ、その章の重み、まあ、これはやっぱり自分だけの宝物ではないと、長い間、まあ、ご支援、ご支持をいただいた、皆様にいただいたものだと、本当に皆様に、感謝の気持ちで今はいっぱいでございます。なるほどね、あとあれですかね、このネスさんがこの市会議員になられたっていうそのきっかけっていうのは何なんでしょうか。まあ、温泉、まあ、
昭和50年から60年ですね、大きな台風が2度、まあ、押し寄せたわけでございますが、当時、真っ白の温泉団地は水に浸かって埋まっちゃったというようなことがございましたね。まあその時、まあ、その下流になるわけですが、まあ、しばらくも大きな、まあ、家屋の浸水等で大きな、まあ、被害を被ったと、いうようなことがございまして、これはなんとかしないと、いうことで、思いつき、まあ、この災害を一日も早く復旧したいなと思いからでございます。なるほどね。はい、まあ、当選で初当選というのは平成7年とかっておっしゃってましたけれど、まあ、これで4年間一応やるわけですよね。はい、でその新人議員としてこの、まあ、登庁したときに、なんかそのあれですかね、復旧 その進歩状況みたいなというのはいかがでしたですかね。すぐできるってわけじゃないですわね、はい、その時の状況っていかがですか。まあ特にですね、まあ、国が指定している、まあ、一級河川である神田川、はい、そしてまた蛭川と2本あるわけですが、はい、ありますね、そのまあ災害、まあの改修、まあ、大きな仕事だったですね。なるほどね。はい、それからまあそのあまりあの川自然のまあ景観もございますんで、ね、その中でですね、浸水公園、等が設置 したようしました。なるほど、ね、はい、はい、あれですかね。それでね、特にまああの昼川東寺地域の付近のまあ堤防のかさ上げですね、はいはい、それからまあ温泉団地の中の、まあポンプアップですが、ポンプのまあ機上ですね、早くあの排出に排出しなきゃいけないというようなことの機上を、まあ新設、後ほどのこともあるから新設もしたとか、なるほどね、またそれに付随いたしまして、この筑摩川の堤防のかさ上げ、等々で、だいぶそのようなものが完成したということは、そんなことは順調に進んだなと思っております。あとですね、これ20年間の間で、ね、あの市議会議長さんもこれ23年から25年2年間やられましたよね、はいはい、こういった今写真ちょっと借りてきましたけども、うん、こういった形、まあ、この時は鷲田市長さんだったですけど、まあ、こういうあの議長に上がった時の全体的なあれってどうですか、見た感じ、それから市長が答弁してる後ろから見るわけですけど、いかがですか。そうですね、特にまあ議員の皆さん、うん、まあ、39名議員、まあ、おるわけだけれども、うん、まあ、それぞれ、その議員改めて、うん、議員の一人一人の、まあ、姿勢とか態度とかというのははっきり、うん、壇上の上だから見える、うん、あの人は横向いてるか犬の人だということも分かる、分かる。またあのまあ、この市長もですね、うん、なんかこの言い方にこだわって、うん、なんか堅苦しくこう考えるというか、そこちょっと硬いところがあってですね、あ、そうですか、この文章を棒読みというような形でこう納得ということまではいかないような感じですね。なるほどね、分かりました。はい、はい、うん、あのこれもちょっとお借りした分、これもちょっと説明していただいていいですかね。これ根津さん、はい、天皇陛下、はい、お迎えしたっていうので、そうですね、はい、これが私、まあ、議長の立場ですね、うん、これはあの長野駅、新幹線長野駅、特別列車でツアーと着いたときにですね、うん、天皇と皇后をお迎えしてですね、まあ、よくいらっしゃいますと、うん、どうかまたどうぞ全国でどうぞお参りしながらですね、うん、ごゆっくりと、まあ、探索してくださいというような確認をご挨拶を申し上げました。あ、なるほどね、はい、わかりました、ありがとうございます。あとですね、あ、ちょうどお年聞くの忘れちゃいましたけど、お年って何歳ですか。
そうですね、うん、この2月ですね、うん、74歳、74歳、はい、うん、なんか本当にあのあれですね、私ちょっと前にちょっと取材した時もねちょっと失礼かと思ったけど、ええ、あのお父さんもこういう形の髪されてましたって言ったら、はいそうですっておっしゃったんで、はい、ちょっと失礼しちゃいましたけども、そうですね、はい、そんなことで代々ですな、なるほどね、はい、分かりました、まあ、あの時間過ぎてしまいましたけども、あの、まあ、最後にですね、ネスさんこれから、まあ、いろんなあの役職っていうんですかね、あのやってらっしゃる、あのお持ちだとは思うんですけども、これからどういう形であの活動されるおつもりですか、ちょっとお聞きしたいなと思います。そうですね、まあやる、まあ、恩返しボランティアの関係ですね、特にやりかけております、はい、まあ、正門国会議員の議員とか、はい、まあライオンズの、まあ、ライオンズクラブの協力とかですね、はい、それからまた牧場保育園とか、また福祉利用のね、関係の福祉の関係のお手伝い等とかですね、はい、やりたいなと、また頑張りたいなと思っております。あ、分かりました、はい、本当に今日はお忙しい中、あのほんのちょっとしかちょっとお聞きできなかったので申し訳なかったんですけども、はい、まあ、あの頑張ってやっていただければいいかなというふうに思います、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ご苦労様、はい、お疲れ様でした。ご苦労さんだな、ね、あのね、うん、議会のね、うん、裏側も聞けて、そうでしょう、すごい、もう少し時間あった方が良かったね。そうですね、はい、まあ今回はこれで勘弁していただいて、はい、はいはい、じゃあ今日は東さん、はい、新人さん、はい、お知らせが2つございます。はいはい、どうぞ。まずこちらからいきますね。はい、はい、堀六平さんと一緒に楽しく歌いましょう、はい、がございます。なるほど。日時もお伝えしますね、はい、平成29年4月1日の土曜日、うん、13時半からで、うん、で受付が13時からとなってます。はい、どこでやるの？はい、会場は旧樋口家住宅です。はい、了解でございます。はい、はい、ではもう一個のお知らせいきます。はい、もう一つ、はい、どうぞ。はい、第63回松代、はい、すいません、第63回松代まちづくり研究会、うんうん、3月例会のご案内です。はいはい、でタイトルがですね、うん、一緒に楽しく食事会、うん、地域みんなで子育てをというテーマで行います。はいはい、で日時が平成29年3月30日の木曜日、うん、19時からです。はい、で会場がですね、はい、松代町歩きセンターの伝承館となっております。はい、参加費が無料となっておりますので、はい、ぜひお越しください。はい、そんなことでありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いて来週の予告を、はい、お願いします。はい、来週は、はい、335回です。はい、テーマがですね、うん、エコールド松代2017、はい、松代春祭りです。はい、でゲストが松代春祭り実行委員長の吉川純一さんです。はい、パーソナリティがマガリオさんです。マガリオさんでね、はい、お楽しみに。はい、はい、じゃあ来週楽しみください。はい、よろしくお願いします。お願いします。